僕フォルテ。おはようございます、マッチョフォルテです。シャキーン、明日ついにファチュールのフルコンが来ます。というわけでめちゃくちゃ掃除しました。今も絶賛掃除中です。まあ一応ね、カーテンを壁に一面に天井から吊るし上げることに成功しました。で、ここにドカーンとここまでピアノが入ります。278センチ、2m78センチございます。そんなピアノが明日やっていきます。そして最後に仕上げのワックスをキュッ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 したいなと思いましたので、そちらの様子を収めていこうと思います。3分で乾きますよ。はい、明日からよろしくね。このゆかちゃん、はい、500キロぐらいあるすごい重たいピアノ、耐えてねー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 。で、今そのカメラの真横に僕のね、C1 のピアノが真横にあります。将来このピアノと僕の新しいピアノで、まあ僕の子供ともしかしたら2台ピアノができるかもしれないし、誰か友達が遊びに来た時に2台ピアノするかもしれないし、生涯に一度しかできないようなデザインなので、まあこのピアノは持ち続けていきたいなと思ってます。現在朝の9時なんですが、ちょっと今からね、お家にピアノがやってきました。今日はちょっとね、特別な日なので、まあせっかくだったら写真とか撮りたいなと思ったので、ちょっとね、ウキウキやらなくてムキムキしちゃったので、ちょっとね、服を着ちゃいました。いつも着てないみたいですね。まあというわけでね、今日はこのジーンズのちょっとカジュアルめなスーツで、あ、すいません、すいません。ここにあのが歩いてくるためのね、お道ができてます。新郎とピアノ入場。約500キロが眠っております。すごいね、しっかりとしたお道ができてます。トラックから生まれてきましたよ、皆さん。一応入りました。やばいやばいやばい、でかいでかいでかい。ギリギリやったな、危なかったです。見てください、あそこに2783000って書いてますね。むちゃくちゃ大変です。ちょっとね、想像よりやっぱ普通のピアノより重たいからね、足を外して500キロあるのでね、むちゃくちゃ重たかったので、すごいね、慎重になってますね。やっぱり足がでけえ。せーの、はい、おはようございます、フォルテです。こちらがフォルテの新しいファチュールスタジオです。どうですか。まぁ、ちょっとね、おしゃれに間接照明までこだわっちゃいました。というわけでね、まぁ、少し美しいフォルテをどうぞ。はは、いやん。というわけでね、はい、まぁ、皆様にね、今後はこちらからも配信をしていくというわけで、よろしくお願いします。で、まぁ、僕が今回買ったファチュールというピアノはイタリアのピアノメーカーです。で、まあ僕はね、このピアノを今まで触ったことなくて、触った瞬間にまあこれにしようと即決いたしました。まあそれまでの間にいろんなピアノを触って、まあ前日とかにもいろんなピアノを触って比べて比べて、で、ファチュール初めて触りにくかった触った瞬間に買っちゃったっていうね、はい、オチとなります。そして今ここにやっと来ました。で、今回買ったピアノのサイズはフルコンサートピアノと言われており、いわゆるホールとかにあるようなね、大きさのピアノです。でかすぎだろうと思ったんですけども、そのいわゆる音を吸うカーテンとか、まあ音を広げるパネルとか、いろんなものを揃えて
音響を強化したことによって全くうるさくないんですよ。蓋を開けて弾いてもね、全くうるさくないんですけど、まあちょっとね、またそれは別の動画で皆様にその音響はどういう風なものをしたかとかね、また説明していけたらなと思います。じゃあ今日はせっかくね、まあコンサートグランドピアノですので、まあ低音の広がりとか、あとはね、まあ美しい音とか、まあファッツ寄りの音とかをね、皆様にね、聞いていただけたらなと思います。どうですか？低音の広がりやばくないですか？まあこういう感じでね、すごいね、広がります音が。まあそれは長ければ長いほど広がります。でまあこのピアノはまあ2000人のホールとかにもね、持っていけるような大きさのピアノとなってます。じゃあちょっと僕が今まで YouTube とかで弾いてきた曲をちょこちょこと弾いてみます。またね、演奏動画は別で出しますので、いつか。うん、というわけでね、まあ、1曲目、この曲で収録する1曲目の曲は何か皆さんね、当ててみてください。コメント欄お待ちしております。ちょっとね、まあさっきショパンさっきから弾いたんですけども、ちょっとね、この同音の連打いきますよ。鍵盤が軽いんですよ、タッチがね。じゃあもっと早く。ちょっと間違えたけどね、いい感じ。じゃあ子犬のワルツは、というわけでね、まあ1曲目に収録される曲は何でしょうか？ムキムキ問題！というわけで、バイバイ！見てくれてありがとね。よければグッドを押せて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。